皆さん、家族会事務局長の横田拓也と申します。私の姉横田めぐみは1977年11月15日に新潟市の中学校からの下校途中に北朝鮮の工作員たちによって日本の土地から拉致されました。姉は当時13歳です。脱北した元北朝鮮の工作員の証言によれば、姉は北朝鮮の工作船の船底に閉じ込められ強制的暴力的に拉致されたといいます。姉は助けて、お母さん助けて、扉を開けて、ここから出してと叫び続けたそうです。姉の指は扉をかきむしったせいか血で染まっていたといいます。姉がその時に感じた恐怖、絶望、孤独はいかなるものであったかと思うと胸が張り裂けそうです。事態が一変したのは2002年9月17日に平壌で行われた日朝首脳会談の時です。日本政府から当時キム・ジョンイル委員長に拉致問題解決を迫ったところ、キム・ジョンイル委員長は初めて日本人拉致の実行を北朝鮮が行ったことを認めました。姉が拉致されてから実に25年も経過してのことです。北朝鮮は横田めぐみが1993年に死亡したと説明しましたが、拉致被害者が日本に帰国後に1994年まで横田めぐみが生存していたことを証言し、北朝鮮が回答した内容が嘘であることを暴き出しました。また北朝鮮が日本側に示した証拠資料なるものは複数の箇所で誤りがあり、横田めぐみの死亡を裏付けるものは一切ありませんでした。さらに北朝鮮は2004年に横田めぐみが死亡したと説明するために横田めぐみの遺骨を持ち出してきました。そして世界でもレベルの高い日本の科学鑑定が導き出した真実は、その遺骨が他人の偽遺骨であったことを暴き出しました。北朝鮮の拉致事件は日本人だけを対象にしたものではありません。タイ、ルーマニア、レバノン、韓国など多くの国に被害がまたがっていることも忘れてはなりません。私たち拉致被害者家族の辛い気持ちはみんな同じです。共に戦い、共に声を上げ、共に北朝鮮に拉致被害者の解放と拉致問題解決を求めています。人権侵害である拉致問題は遠い過去の物語ではなく、今もなお解決していない重大な問題であり、いかなる手を使ってでも北朝鮮がその人権侵害行為を即時停止するよう対処していく必要があります。拉致された人々を待つ親たちは高齢化が進み、残念ながら再会を果たせず命を落とす者もいるのが現実です。私の父は家族会の代表として北朝鮮による拉致事件を解決させるために先頭に立って戦ってきました。しかしながら本年2020年6月5日、約2年の闘病生活も虚しく他界しました。87歳まで戦い続けたのです。どれだけ辛かったでしょうか。どれだけ一目でいいからその目で娘の成長を見たかったことでしょうか。このメッセージを聞かれている皆さんに申し上げます。拉致されたまま人質として扱われている拉致被害者たちの声なき声に耳を傾けてください。強い意志を持つ私たちが拉致被害者たちを救い出さなくてはなりません。どうか若事としてこの問題を直視し、問題解決のために力を貸してください。最後に金正恩委員長に伝えます。全拉致被害者を即時一括帰国させ、拉致問題を解決しさえすれば北朝鮮は明るい未来を描くことができます。あなた自身の体制の保障も約束されることでしょう。どうか問題解決のために勇気ある英断をしてほしいと思います。恐怖と暴力で支配する統治ではなく、明るい未来を描けるリーダーとなってください。私たちは絶対に諦めません。絶対に負けません。必ず拉致された被害者全員を救出します。ありがとうございます。Mr. Yokota Tetsuya, the other younger brother of Ms. Yokota Megumi, is also working to rescue the abductees with Takuya. どのような悪行を今日に至るまで行い、人権を蹂躙し国際平和を破壊してきたかを聞いてほしいと思います。私は横田哲也と申しまして、両親、4つ上の姉、双子の兄、そして私の5人家族であります。私たちは平凡な普通な生活を平和に過ごしていたわけですけども、
今から約43年前の1977年11月15日に、当時中学1年生だった姉が突如姿を消して、後になって北朝鮮工作員による拉致であったことが判明しました。詳しく調べると、日本で拉致されたのは私の姉だけではなく、数多くの人たちが北朝鮮工作員によって北朝鮮に連れて行かれました。時をかなり経てですね、2002年9月、日本の小泉首相と北朝鮮の金正日がトップ会談を行い、金正日は今まで日本人拉致など存在しないとしてきた姿勢を改め、日本人拉致を自ら認め、結果2002年10月に日本人拉致被害者5人が日本に帰国することができました。しかし、私の姉をはじめ数多くの日本人被害者は未だ囚われの身です。日本に帰国に至ってないことについて、北朝鮮は、自殺しただとか事故に遭っただとか、そういうような嘘をつき続けているのが現状であります。この状態を打開するために、日本政府は北朝鮮に対して独自の制裁を課し、またアメリカ等をはじめ国際社会に協力を求めてきましたが、解決には至っておりません。北朝鮮による日本への主権を侵害する行為、また罪のない人間への長期にわたる人権侵害を許すわけにはいきません。人権侵害や人権蹂躙について言えば、自国民を虫けら同様に扱い、多くの人間が餓死する状態が今現在も続いているのが実情です。核やミサイルに開発するお金を自国民への食料費になぜ回すことができないのか、この政策を取る愚かなリーダーを、この考え方を変更させなければならないと考えています。アジア地域ではない国、また人々にとっては今のような話は遠い話、自分には関係のない話と思うかもしれませんが、この悲惨な状況や、その日一日を過ごすことが精一杯の人たちがいるということに目を背けないでほしいと思います。過去に遡れば、1950年に起こった朝鮮戦争の原因は、北朝鮮の朝鮮半島の38度線を越えて韓国に侵入したことから始まって、数多くの犠牲者が出ました。また1983年に起こったラングーン事件での韓国高官を狙った爆破事件であったり、1987年の大韓航空機爆破事件も北朝鮮による仕業であり、罪のない多くの人が命を失いました。他にも偽ドル札の作成、麻薬の製造密輸を国家主導で行い、国際社会に著しい混乱と迷惑をかけているのが実情です。このようなテロ国家を放置させるのは、同じ時間を生きる者として許されることではないと思っています。ぜひ北朝鮮がどのような国かを理解していただき、国際社会から受け入れられるような国に生まれ変わるまで各国が協力してほしいと思っています。また日本人拉致事件にもぜひ関心を持っていただき、解決する日が来るためにも、それぞれの国が北朝鮮に圧力をかけてほしいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。In or around June 1978, 22-year-old Miss Taguchi Yayako was abducted, leaving behind a 2-year-old daughter and a 1-year-old son. Mr. Iizuka Koichiro is the son of Miss Taguchi Yayako. このメッセージをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。拉致被害者家族連絡会、飯塚浩一郎です。私の母である田口愛子は42年前に北朝鮮工作員により拉致されました。当時1歳だった私と3歳の姉を残したまま、彼女は北朝鮮に連れ去られました。それ以降、私は彼女と会えないままの状態になっています。そのため、彼女と私の間には家族としての絆である思い出や写真がほとんどなく、私は母に対して申し訳ない思いに駆られます。今から18年前の2002年9月に、当時北朝鮮の金正日委員長が過去、日本人を拉致したことを認め、田口八重子が北朝鮮にいることが判明しました。
ただ安否については交通事故で死亡した後、北朝鮮が説明しました。一度も見たことのない母に一目会いたいと思い続けた結果、永遠に会えなくなってしまったと当時は相当落ち込みました。しかし事実は違いました。北朝鮮の説明は根拠のないものでした。当時北朝鮮が示した死亡診断書とされる資料は捏造されたものでした。そもそも交通事故の報告書に田口亜衣子を特定するような記述は全くありませんでした。北朝鮮は根拠のない話をでっち上げ、拉致被害者を死亡とし、その存在を隠蔽し、北朝鮮による日本人拉致事件をうやむやのまま解決として幕引きを図ろうとしているとしか考えられません。北朝鮮に引き裂かれ、失った家族との時間は戻ってきません。そして帰りを待ちつける家族も高齢化しています。北朝鮮がこれ以上無駄に時間をかけ、また我々が家族の悲報に接することがあれば、家族と日本国内の怒りが北朝鮮に向けられることになるでしょう。我々はその時一つも北朝鮮を許すことにはならないでしょう。また過去の米朝首脳会談で金正恩委員長はトランプ大統領より直接拉致事件の解決を促されており、金正恩委員長は拉致事件を完全に認知しています。ありとあらゆるチャンネルにより日本が拉致事件を解決する意思と準備を持っていることは確実に伝わっています。我々は確かに北朝鮮に多くの怒りを持っています。しかし我々被害者家族は、全拉致被害者の即時一括帰国が実現するのであれば、帰ってきた拉致被害者から秘密を聞き出して日朝国交正常化に反対する意思はありません。家族は拉致被害者が帰国することをただただ絶望しており、それ以外何も望んでいません。家族が静かな日常生活を日本で送れるようにしたいだけです。金正恩委員長、全拉致被害者の即時一括帰国を決断してください。安倍総理を含め日本政府はその決断に対する意思や準備があります。そしてその決断が拉致被害者の帰国につながり、北朝鮮を含めた全ての人々が前に向けることになることにを願っています。拉致被害者の帰国まで引き続き皆さんのご協力を賜りますようお願い申し上げます。 In or around May 1980, Mr. Matsuki Kaoru was abducted while staying in Europe. He was 26 years old and attending graduate school.Mr. Matsuki Nobuhiro is Mr. Matsuki Kaoru's younger brother. I was in 1980, Spain, Madrid, and I was in the Japanese hijacked hijacked by the Japanese people who were in the Japanese people.松木薫の弟です。もう一人は石岡徹さんと言います。1983年にイギリスロンドンにおいて日本航空淀号ハイジャック犯の別の妻に騙されて、ハイジャック犯や北朝鮮の工作員によってコペンハーゲン経由で北朝鮮に連れてこられた有本恵子さんという女性がいます。この3人が分け合って平壌で暮らしているという内容のエアメールがポーランド経由で日本の札幌市石岡さんのご両親に届いたのが1988年のことでした。2002年の小泉純一郎総理の訪朝で北朝鮮による直接的あるいは兄たちのような間接的な拉致を含め、当時の金正日総書記が認め謝罪しました。しかし残念ながら誠意のあるものではありませんでした。兄については2002年に遺骨と称するものを出されました。法医学的鑑定の結果、別人との結果を受けています。2004年には再び兄の遺骨の可能性のあるものが出されましたが、こちらも別人である結果を受けています。北朝鮮によって死亡とされた被害者たちは全員死亡と認めるに足るものは何一つないまま今日を迎えていることを皆様に知っていただきたいです。
遺骨というものを出された二家族、いずれも本人ではないということ、兄の遺骨と称するものには性別も違う複数の人間の骨が混ざっていたことも合わせて知っていただきたいです。兄たちが欧州からどうやって北朝鮮に入国することができたのでしょうか。欧州の各地を利用して拉致を行っている事実にぜひ目を向けていただきたいと思います。自国の政治のために他国の人間を北朝鮮に連れて行き、自由に連絡ができないまま、兄の場合は40年にわたっています。北朝鮮の皆様にはこう申し上げたいです。もういいでしょう。他国の人間に対する人権侵害を継続させる理由はどこにあるのでしょうか。兄の周りにも私の周りにも大勢の半島の皆さんがいました。特別に仲良しではありませんでしたが、敵対する関係でもありませんでした。いわゆる自然な関係です。喜怒哀楽を持って普通の関係になろうではありませんか。自然な関係となるには正直に被害者を申告し日本に返すことが最善です。普通に日本で生活している在日朝鮮人の皆さんにも有益です。国際社会でも共に生きるため北朝鮮指導者の英断を期待しています。国際社会の皆様におかれましても自由に発言できない環境、行動できない環境が数十年にわたっているときに、肉体的または精神的に人権侵害が継続している事実を踏まえ、各団のご助力をお願いするものです。どうぞよろしくお願いいたします。In 1969, Mr. Ima Yutaka, who was 18 years old and living in Aomori, left home on foot, saying he was going to buy buttons for his uniform, and disappeared. Mr. Ima Hideki is Mr. Ima Yutaka's older brother.特定失踪者問題調査会家族会の今井秀樹です。弟豊は1969年3月2日夕方4時過ぎ、母親にボタン買ってくると言って繊維持ったまま失踪しました。これが家族との最後の会話でした。2日後の卒業式に卒業生代表として当時を述べることになっていました。就職も希望通り営団地下鉄現在の東京メトロに決まって切符まで送られていました。また親の許しを得て早稲田大学の2部に合格しておりました。高校3年の時全国工業高校作品展に出展し最優秀技術賞を受賞しており、その金色の受賞プレートには岸信介賞と書かれており、本人の机から見つかりました。それは安倍首相の祖父が首相当時にいただいたものです。豊が北朝鮮に拉致されたと思われる証拠が見つかりました。一つは母親の一行日誌からです。卒業する以前から書いていたもので、平成2年7月から平成9年5月まで7年間に8回の無言電話があったことが書かれていました。その無言電話で一度だけ平成5年10月2日午前9時30分頃、豊を2、3日中に返すと電話の内容が日記に書かれていました。その日付は当時北朝鮮による拉致事件が発覚する前です。母は豊を返すという意味が理解できず、豊の父は昭和63年9月死亡しているため誰に話すこともなく見せることもなく心の中にしまっていたのです。弟豊が自ら北朝鮮に行ったのであれば、豊を返すという言葉はありえない。まさに拉致以外は考えられません。二つ目は弟がどのようにして北朝鮮に連れて行かれたか、その場所と思われる地図が50年たち奇跡的に見つかりました。豊の生徒手帳の中に四つ折りになって入っていました。特定失踪者問題調査会に調べていただいたところ、青森県の西海岸にある深浦町日なし駅日なし灯台付近の山林崖であることが判明いたしました。
日なしは濁川事件、岩立事件と同様に北朝鮮の工作員が上陸侵入して逮捕されています。政府は17人は拉致被害者と認定しています。それ以外の拉致濃厚者または拉致の可能性を排除できない行方不明者を特定失踪者と呼んでいます。北海道から沖縄まで765名を警察庁が捜査しています。安倍総理は任期中に認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者全員を連れ戻すと約束しました。解決の道は必ずあります。拉致問題の会談は行われているものの両国首脳会談は一度も行われておりません。早期解決に一日も早く首脳会談を実現させ成果を見せてほしいです。